ナスティの大冒険 YouTube 版、一人ぼっちの無人島で2泊3日0円生活。いろいろついてすごい出てます。すごい。気合の準備もバッチリだ。一人ぼっちは無人島でゼロ円生活2日目です。そしてですね、今回はですね、一人で撮影するためですね、こんなですねシステムを構築してまいりました。機械でですね、1カメ、2カメ、3カメ、そしてですね、ここリモコンで回転する運台なんです。ちょっとね、改造しましてスピードをだいぶ速くしてます。上下、そして左右も動きます。360度回転するんです。このボタン一つです。このカメラがですね、今回の新兵器でございます。パンアップパンダウンも自由自在でございます。このようにこのリモコンで上下左右こんな感じで動かしていきたいと思っております。リモコンカメラを搭載しております。市販のものを自ら改良し、横振りパンアップパンダウン、なんとズームもできるのだ。これ面白いですパンアップもね、結構上の角度まで行くんですよ。しかもちょっと改造しましてスピードが速いですからね。そしてこの箱の中にですね、モニターとスイッチャー、これ切り替えですね。収録はそもそもでカメラでしてます。で、そのカメラのラインアウトして、こちらでどんな絵が撮れてるかをこう見れるようになってます。だからもう全てのこの撮影がですね、一人でできるようになっております。そしてですね、実は指の関節がすごいツンと曲がるんですよ。足の握力もですね、半端ないって言われてるんです。何にもやったなかったこの特技は使えるんです。めちゃめちゃ足先が器用なんです。私これ一人ぼっちの無人島生活ではめちゃくちゃ役立ちます。どうやって使うかというと、こう料理しながら手が塞がったら、このリモコンをこの下に置きまして、実は足で操作しております。このリモコンを足で使うと。おはようございます。無人島生活2日目の朝でございます。優れもんなんですよ。さらに足でお茶すると、足でこうちゃうと、こうやって優雅にお茶を飲みながらパンナップパンダができる。逆に足をこのようにですね、手として使うことができます。こういう撮影システムなんです。こうやって。さあ、無人島生活も2日目の朝を迎えました。うん、うまいってできるんですよ。見て、足も使おうと。無人島生活の2日目の朝を迎えました。うまいっていうのもできるんですよね。料理中もですね、お魚をまな板で切りながら、このリモコンをですね、この足元に置いて調整して撮っていきたいと思っております。自作の撮影システムがよっぽど嬉しかったのか、同じ説明を何度も繰り返すが、それにはある理由があった。ちなみに足握力は私自身ありますので、バケツにこう簡単に持ち上げることができます。これ意外とね、できる人少ないと思います。で、どのくらいの足の握力があるかというのをちょっと一回テストでやっときましょう。こうたっぷり水が入ってるやつをこう持ちまして、これ上げれますから。これをね、たっぷり水入ってますよね、これ足で上げれますから。ちょっと走ってないですけど、足の握力試してみましょう。こう、こんな感じで足で運べますからね。初めてこのようなですね、特技ある人やっと行かせる時来ましたよ。こういう撮影システムでやってまいりたいと思っております。このリモコンはもうちょちょいのちょいです。こんなもん、これで一人ぼっちだからといって全部定点にするんじゃなくてですね、このようにですね、動きのある映像も撮っていきたいと思っております。一人だからって言ってですね、パンもできない、左右のパンもできないの恥ずかしいんで、これで撮っていきたいと思っております。寺島前川 D がいる時よりも上手に撮ってやろう。運台ごと動くんですよね。で、これがカチンと三脚にはまるようになってますので、結構ね、優秀なんですよ。これ8000円なんですよ。 Amazon で8000円でした。今回の一体なぜこんなにも一人での撮影にこだわるのか。実は昔からのこんな思いが。
これ良い子の無人島で2泊3日ゼロ円生活の初回で使ってたな、このシステム。当時はねライン引いてめちゃめちゃお金かかったんですけど、今はもう8000円で売ってますからね。だからもともと良い子の無人島生活で良い子だけが無人島にいる状態で撮影したかったんですよ。なのでこういうシステムを採用してたんですよ。実際海行く時だけどうしてもハンディカメラが必要で、カメラマンが撮ったりですね、自分が水中撮ったりしてたんですけど、当時子供たちを対象にしたイベントでこんなことを、はい、この辺は友寄さんどうなんですか、どっかにいるんですか隠れてて。そうですね、基本的に黄金ネスってあの定点ってちっちゃいカメラで撮ってるじゃないですか。カメラマンがいらないんですよ。すごい遠く離れたとこから見てる。カメラのラインをずっと引っ張ってきて150m ぐらいですかね、 150m ぐらい引っ張ったところにテントを張って、そこからモニター越しに見てることがほとんどです。そんな近くにはいないですね。無人島生活とか、僕らがやってる番組黄金伝説も同じチームでやってるんですけども、その番組の制作スタッフでみんな考えてるのは、なるべくロケの準備をすごいしっかりして、ちゃんとした演者さんがそこに入れば、面白く絶対になる場所を作って、あとは演者さんに任せようっていうロケスタイルなんです。あ、なるほどね。はい、固定カメラを多用することで、良い子はカメラを意識しないで行動するってことになるわけですね。そうですね、まあ、カメラっていうよりどっちかっていうと人かもしれないですね。スタッフが周りにいないんで、人を意識させない。そうです、無人島なんで、良い子が入った時に僕らスタッフがいると無人島になんないじゃないですか。そうですね。だけどスタッフはまあやっぱ前乗りしてるんで本当は、だからベースキャンプを絶対良い子が来ない裏側とか、来ないであろう場所に作って、良い子が本当に2人で入って2人だけで生活してる感を出すために目指してるのは、本当はベストは無人島に100個ぐらいカメラつけて船で収録したいぐらいなんです。あ、なるほどね。だけどそれができないんで、これ実はあったんですよ初回。結構そういう思いだったんですね昔から。それが今ようやく現実的になってる、現実となっている。本当にあれから21年経ってやっとこのシステムにこぎついた、やっとやりたかった理想の形になっている。21年もかかった。でもこれ YouTube とかが出てきてですよね、こういうのやろうって決めたの。もうできないだろうなと思ってました、一人でこういうきっちり 100% 無人島で撮影していくっていうのね。ようやく夢が叶いました。私あれから21年かかりました。ようやくこの撮影システムにこぎつけることができました。だからレックの押しミスはもうすごいですけどね、めちゃくちゃ回った後に、はぁ回ってなかったってすごいあります。で同じことももう一品一からやってます。お刺身食べてて一切れ目食べてわ美味しいとか言ってリアクションして、ちゃんと味のリポートもして、全部食べ終わって2時間ぐらいですかね、全部回ってなかったことありましたから。すでにオフのところが回っちゃってて、回さなきゃいけない時に止めてたんですよ。だから止めてる時にずっとうまいうっってやってたんですよ。でそれでは延長します、皆さんさようならって切ったピンって音が鳴ったところから回ってたんですよ。これアホみたいな顔してた、あ終わったっていう顔してるところから回ってたんですよ。ショックでした。木の取った土に水を混ぜて不純物を捨てるといった昨日のやつです。でこうやって水が溜まっておりますので、曲がりも捨てていきます。だいぶ良くなってきております。おお、だいぶいいですね。ほらこんな感じです、いい粘土です。これを乾かして木と大地の家や作品にできる粘土を作っていきます。でついてですね、粘土作りの工程で出てきたちょっと柔らかめの方の粘土小窓に貼っていきます。この大きい竹、こちらがレゴのジョイント部分になりますので、1,2,3,4と貼っております。この小窓に一個一個埋めていきます。作品にする粘土と違って柔らかめで構いません。この島の土を使ってるっていうのは楽しいですね。この島の土を使った粘土の壁を作っていきます。この島の大地の壁となります。天気いいんで乾くと思います。もう乾かなかったら延長です。この竹の穴にまた別の竹が刺さります。竹の穴が塞がないようにこっち側にジョイント部分が突き刺さってきます。で横のパネルとつながる計算上となっております。乾けば完成でございます。およそ15分で1枚目の土壁が完成。この作業を延々繰り返していく。2枚目、3枚目、4、5枚目と土壁を作っていき、作業の合間別の目的で使う粘土も作る。さっきまでべちゃべちゃで握ることもできなかったんですけど、もうちょっと乾くように粘土を練り上げていきます。
本当はこの状態から1ヶ月とか1年とか寝かせてあげて粘り気が出るので、そんなにすぐ土はできないんですけど、それでできるか挑戦してやってみようと思ってやっております。今回はですね、人第一の恵みの家ということで、少し雑めに凸凹感は残します。結構きっちりとした家ができますので。もう一方の粘土は、あ、ぼちぼちいい感じですね。このように一体になるように粗練りをして、まだちょっとまだらなので、もうちょっとで粘土が完成します。ここで土壁が、さあこれでですね、木と大地の恵みの家、最小限の家のパーツが出来上がりました。これが乾けば組み上げていくだけという形でございます。ここから組み上げるのは釘1本使いません。竹の棒で突き刺してこの家が仕上がっていきます。ちっちゃい最小限の家を作りまして、それがちっちゃいなと感じたら、このパーツを増やせば大きくなるように設定されております。一体どんな家が完成するのか。さあようやくですね、木と大地の恵みの家、材料が完成いたしました。これが乾けばあとは組み上げるだけでございます。ただしですね、雨が降るともう一瞬で終わりです。で、終わったらどうするかっていうと、もう一遍作ります。延長だ。昼間はこの作業を全力で行い、カメラに向かって延長することを猛烈にアピール。一方、そんなことは知らない撮影スタッフは別の島で待機中。今頃夏に何食べてますかね。魚しかないやろ。魚？魚取って食ってる。魚しかないんだ。でもね、一人なんで、普段はオラみたいなタフガイがいるからね。はい、このできてますけど、はい、今回もう一人じゃないですか。いやそうですね、結構苦戦してんじゃないですか、ね、いやそうですよね、確かにできてるかな。メスにってありますもうわけわからなくて、もううわーって、もうあの撮影もしない感じ。一人俺らみたいなタフガイがいないとできないですよ、こんな。そう、確かに、確かにそれ寝るけど、俺ら寝ちゃうけど、寝るけどタフですよね。あれをついていくスタッフってそういない。そう俺らぐらいしかいないですよ。マジで俺らぐらいのタフガイじゃないとやっぱりね、できないですよ、あれ。いや、まあ、だって自分で撮影するんですよ。そうで、いや、ね、自分で充電したりするんですよ。あれ絶対無理ですよ。それでそうっす、結構今日確かに確かに多分まだ家作ってるもん、めっちゃ。いや、家作りも始まってない可能性ありますよもしかしたら材料集めてるかもしれない定点置いてこうもう画角決めて決まらへん、決まらへんから絵も一回一回チェックしてね、怖いから。まあでも、まあそういう人ですからね。かなり暇ですなこれ。確かにずっと待ってるだけやもんな。ずっと食ってるじゃん。食ってるだけやもんな、これテントの中でずっと食っとんねでもまあこれ仕事ですからね、まあ、待っててくれっていうことです。そう、これが仕事ですからね、これは今回一人でやるっていうから。確かに大丈夫なんかな、ほんまに。ちなみに明日でも終わりますけど、どうすかね、今回延長するんすかね。いや、どうすかね、まあ、一人でねやってる分時間はかかると思うんですよ。そうですね、だってもしかしたら延長ってありますね。何ですか、まあまあ確かに、まあ、いいかなこれから。あ、まあそう、これやったらね、待ってるだけの仕事やから。延長どうしますか。いや、それはもらうでしょう。まあね、それはもらわないとね。ナス D は作業が夕方まで続いたので持参した竿で急いで獲物を狙うことに。あれ、あ、来たな。あ、ちょっと強いな。結構強いですけど。もうでかいな、結構。もう釣れました。よし。ゲットしたのはヒブダイ。ブダイは特に内臓に臭みがあるので、釣ったらすぐに締めて血抜きをして、こうしておくと臭みが取れて美味しく食べられます。これやるとやらないでだいぶ違うので、やっておきましょう。ああ、また釣りやってんのもうすごいね査定金額は、ね、ブダイはね、やっぱり名前は僕も知ってるけどね、これを魚並べないよね、並ばないよね。鱗がでかくてね、まあそういうお魚もいるけど、色がね、やっぱりね、美味しそうな美味しそうな魚じゃないんで、いくら血抜きしようかね、鮮度が良ければね、そういう問題じゃないね
やっぱり無理だね。血抜きはうまいけどね、やっぱり売れないね、こういう魚はね。だから値段的には0円だね。0円、まあ0円ですよ。売りようがないもんね。あくまで斉藤さんは東京での価値を査定、地方によっては高値で取引されることも。通算5種類目です。ヒブダイ、群れからオスがいなくなると大きいメスが性転換をするという性質を持っています。魚体が美しいお魚です。釣るな、これ釣るな、これ釣るな、ポイント。すると続いて釣り上げたのは、あ、上がるくんだ。ナイス。ブルクンってだってみんな小さいの、小さいっていうイメージは あるよね。なんかテレビ出てくるのみんな小さいのばっかりやん。ほとんどもう地元消費なんですよね、まあ東京出てくることはないよね、まあどれだけ食べて美味しいかってのはわからないけど、まあ値段つけるとしたら150円ぐらいでしょ。怒られるかな。ブルクンをゲット。ただこの雨で粘土は大丈夫なのか不安になり急いで戻る。果たして。これじゃ足りねえ、まだまだあげるぞ。小雨だったこともあり、なんとか無事だった。完成するまで天候には特に注意が必要だ。粘土が乾けば完成でございます。粘土が乾いた後は釘一本使わずに組み上げ式の家になっておりますので、乾けば刺していくだけでございます。さらにですね、最小限の大きさにしておきましたので、もうちょっとこの声を大きくしたいなと思えばその分だけ足せばいいだけになっております。初めてではないでしょうかね、無人島生活で組み立て式の移動ができるコンパクトでまとまっているレゴハウスでございます。ちっちゃいですから、ちょっと持てますから乾いたら。ですがもしも雨が降ってしまったら一瞬の終わりです。そしたらどうするかって、もう一回やります。延長だってことです。と一人で喋っていると水面でイカ発見。こんなこともあろうかと持参していたイカ釣り専用の疑似へエギを取り出し、この撮影用のライトがずっと当たっていて、そこに集まった小魚を捕食しにイカが寄ってきています。このように竿をしゃくり上げてイカに疑似餌を本物の餌だと思わせることがポイントです。こういう入り餌の中は満潮の時にイカが入ってきて、干潮になったら出ていくというのが大体のパターンです。いた。おお。ナイス。これでも盛り付きだとあんまり見かけないんで、釣りでする方がいいんですよね。いいですね。アボゾロの感じが。査定金額は。うわ、美味しそう。アオリイカは、アオリイカはね、高級なイカですよ、イカの中でもね。まあ生きてるのはキロ7000円ぐらいしますよ。もうない時なんかもう1万円近くしますよ、アオリイカは。ましてはこうやって生きてるね、ものだったら、本当なかなか僕らも手が出ない時ありますよ。高くて。今いくら安くてもキロ4000円ぐらいします。アオリイカ本当ね、うまいですよ、肉厚でね。これは、まあ、小さくてもアオリイカ自体安くないですから。まな板に、あ、ちっちゃいな。ちっちゃい。小さい。これでも 0.5 ぐらいあるんじゃないかな。これでも3000円しますよ、アオリイカは。高いですよ。なかなかですよ、これ。まあ、ましてや、もう釣りたてなんかね、それだけ鮮度いいのいない。まあ生きてるのはいますから、でもね。通算6種類目アオリイカ、視野はほぼ360度、さらに通常の魚のおよそ6倍の視力を持っています。目がすごくいいんです。こちらはですね、取れたてをお刺身でいただきます。足は内臓ごと浮かせるように外します。取れたてなので身が透き通ってますね。あ、ちっちゃいな、これはちっちゃい。で、300グラムぐらいしかないな、これ。300グラムぐらい、1500ぐらいだね。1500ぐらい。そして隠し包丁です。
イカの繊維にある旨味を出すのと細かい切り込みで醤油がよく絡みます。これで味食感ともに美味しくなりますが、寄生虫のアニサキスがいた時の駆除にもなります。そして短冊切りにしていきます。ここでも包丁の刃はイカの繊維を立つ方向に入れるのがポイントです。うまいな料理上手、ほんとうまいな。イカも剥くし上手だね。なかなかこれで釣り人でこんだけねやる人いないんだよね。これうん、これだけさばく人いないよ。なかなかどこでこんな覚えたんだろうね。ねえびっくりするな。無人島生活2日目、本日の一品目はアオリイカのお刺身です。アオリイカはイカの王様とも呼ばれていますからね。新鮮なものはこのように半透明で歯ごたえも良く、薄口醤油との相性は抜群です。やっぱり甘みがあって美味しいですね。釣りたてはとにかく食感があっていいです。一晩寝かせるとこの甘みが増すって言われてるんですよ。アオリイカはやっぱり普通のツツイカ系アリイカとかスルメイカと違って特に甘みが強いんで美味しいです。ここで昼間釣ったグルクンもお刺身にしていきます。今回は皮を落としますが、皮には独特の風味があって皮付きのまんまでも美味しくいただけます。本日の2品目は生きのいいグルクンをさばいたグルクンのお刺身です。グルクンのお刺身結構珍しいですよね。さらにもう1つ、お昼に釣ったシブダイです。3枚におろしたら水気をしっかり取ります。魚が水っぽいと味が落ちてしまいます。両面に塩コショウを振ります。これにより臭みが取れてさらに身が引き締まるので美味しく調理ができます。これを溶かしたバターの上に入れてよーく焼いていきます。半生も美味しくなります。よーく焼いた方が美味しいです。しっかり塩を振っているので表面が早く固まり内部の旨味を閉じ込めることができます。この日ブダイは九州や沖縄県で食べられていて沖縄ではアーガイと言います。この音がいいですよね。これで身は焼けましたがまだまだ完成ではありません。最後にもう一度バターを溶かし胡椒を振りかけソースを作ります。追いバターしてやりますよ。日ブダイ高級ですから、ね、これは贅沢ですよ。ナイスナイス。本日の3品目はヒブダイを使ったヒブダイのバターソテーですよっ。沖縄の飲食店では人気メニューとなっております。さあ料理が完成いたしました。いただきます。うわうまい。いやうまい。うわすごいやん。こちらヒブダイね、身がそもそも強いのでしっかり火を通しても硬くなりすぎず淡白な味わいです。美味しいです。味付け天才やばいマッハ。続いてグルクンのお刺身プリップリしてます。いただきます。うわうわ美味しい。柔らかい。油がとっても乗っていて例えるならアジのお刺身。アジのお刺身よりも淡白で癖がないです。臭みがなくてとっても美味しいです。完食しました。うまいな。あ美味しかった。2日目のですねお料理ランキングボードでございます。アオリイカの刺身はな美味しいんだけれども64点です。2位にしておこう。イカの刺身が1位になっちゃったとちょっと困るんで普通の美味しいイカの刺身です。64点、第2位にランクインいたしました。一品一品料理を忘れずにっていうのを心がけておりますので得点出してですねランキングにしていくって素晴らしいと思います。そして食後、雨は降っていないが気になったので粘土をチェック。さあ、一人ぼっちの無人島ゼロ円生活2日目夜でございます。ちょっとですね、固まってきたんですけどまだほら、柔らかいんですよね。固まりかけといった感じですね。まだちょっと水が完全に抜けてないですね。あと1日置いてみます。そして明日雨が降ったらまた一からやります。延長ですと言っているが明日雨が降んなくても延長いたします。順調ですね。明日何が起こるか分かりませんが今日はもう寝ます。いやー疲れた今日。いやー心地いい。心地が良い。私今日寝ます。私は今日寝ます。あー気持ちいい。うわー幸せ。
ちょっと重めに会いたいですね。一人ぼっちの無人島生活ってことでセルフで撮ってるんで、ちゃんと撮れてんのかどうかもちょっとわからないですけど、これ回ってるかな。回ってたよかった。これ今日だけで3回ぐらい回してなかったですからね。1時間ぐらい回して気づきましたから、うわ回ってないって。その時どうするかって皆さん聞きたいですよね。もう一回一から全部撮ってます。今日だから3回ぐらいでやってます。今日3時間ぐらい無駄にしてます。あすみません。この後、作った土壁が大変なことに。大福中、クソ、無駄に投げ。視聴者に一言言わせてくれ。調子はどうだ。次回もご視聴お願いいたします。